皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。今回はランボルギーニの人気モデルである、アベンタドール、ウラカン、ウルスについて紹介しつつ、ランボルギーニの安価モデルについて解説します。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。まずはアベンタドールです。アベンタドールはランボルギーニのフラッグシップモデルで、そのパワーとデザインは他の追随を許しません。このモデルは700馬力を超える V12 エンジンを搭載し、0から100キロまでの加速はわずか 2.9 秒です。その圧倒的なパフォーマンスと、未来を予感させるような斬新なデザインは、世界中の自動車愛好家を魅了しています。価格は5550万円であり現在では生産終了していますが、ランボルギーニの中では人気の車となっています。次にウラカンはランボルギーニの中でも、特に人気のあるモデルです。その理由はその驚異的なパフォーマンスと、洗練されたデザインにあります。610馬力の V10 エンジンを搭載し、0から100キロまでの加速はわずか 3.2 秒です。またその美しいデザインは、ランボルギーニの伝統と最新の技術が融合した結果です。価格はグレードで異なりますが、2550万円から3850万円になり、ランボルギーニモデルでは一番安い車になります。次にウルスはランボルギーニが提供する唯一の SUV で、その豪華さとパフォーマンスは、他の SUV とは一線を画しています。650馬力の V8 エンジンを搭載し、0から100キロまでの加速はわずか 3.6 秒です。そのパフォーマンスはスーパーカー並みでありながら、4人乗りであり、オフロード走行も可能です。その多機能性がウルスをラグジュアリー SUV の頂点に立たせています。価格は3050万円でウラカンに続いて安いモデルとなります。次は中古車によるランボルギーニの価格を見ていきましょう。まずガヤルドの最低価格は970万円からあり、ランボルギーニの中古車価格では最安値となっています。ガヤルドは2003年から2013年まで生産された車で、水冷 V 型重気筒エンジンを搭載、排気量は 5.2 リットルです。実はガヤルドはランボルギーニにとって、成功したモデルの一つであり、その生産台数は14,022台に達しました。その後、ガヤルドの後継モデルとして、ウラカンが登場しました。そのためガヤルドはランボルギーニの中でも台数が多く、安価モデルが比較的多くなっています。続いてウラカンの最低価格は1900万円で、ガヤルドに続いて中古車市場では安い部類になります。2014年から2024年現在まで販売中の定番モデルであり、生産台数は2万台を超えます。ランボルギーニとしても生産台数が極めて高く、過言ではありません。参考までに三浦は759台、カウンタックは2113台の生産台数になります。いくら安価モデルでも、庶民では手の届きづらい価格だったと思います。ランボルギーニは人気で、かっこいいブランドメーカーですが、オーナーになれるのは、ごく一部の人だということがわかります。また本チャンネルでは過去に、ランボルギーニの歴史を紹介する動画を投稿しています。概要欄に動画を添付しているので、興味のある方はぜひ見てください。さて、今回の動画はいかがでしたか？もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。